花水鬼門の西側に位置する北西角パビリオン、要塞の北と西の地域のパノラマの景色を眺めることができます。北西角の伊達は韓国語で女諸角楼と呼ばれ、発達山に続く斜面の城壁の湾曲した部分に位置しています。この宮殿からは北西部が一目で見渡せます。パビリオンには兵士のための小さな部屋もあります。韓国の伝統的な床暖房オンドルを採用、今はもうありませんが、敵を警戒するための板の扉と穴が四方八方にありました。水原花城の発達山軍事目的しかない、軍事目的で計画された地形であるため、発達山周辺に設置された施設このような目的に使用されます。北西コーナーパビリオン、韓国語ではソブックガクルと呼ばれ、これらの軍事目的のために作られました。そして兵士もそのような軍事的役割を果たしました。ここを通りかかると改めて思い出させられます。ここが場所だということ、徹底的に設計された軍事防衛戦略のため。ファソンハン郡に近いファスムーンとパルダルムーンの近く、北西コーナーパビリオン地域を監視し保護する機能を果たしました。北西コーナーパビリオンが位置しました最も急峻で険しい場所で、北西コーナーパビリオンエリア肉眼で監視するのは困難でした。発達山々にて、それで北西コーナーパビリオン監視と保護の役割を果たした周辺地域、役割を果たすためにファソムンとパルダル山を守るために中曽王が一時滞在した花西藩郡付近北西コーナーパビリオン立った最も険しい高地で、水源花城城北西エリア重要な施設だった安全と保護を担当する周辺地域、特に北西コーナーパビリオン遠くないところに建てられましたファスムーンとパルダルムーンより、ファソムンとパルダルムーンを守る施設として北西コーナーパビリオンは重要な役割を果たしたに違いありません。清掃王の安全を確保するために、